ぱあのアンドロイドがポンコツで安心したみたいな。でちょっとあの日差しが強いのでね、まあそれでも東京に比べると本当カラッとしてるよね。一回あの中央駅の方に戻ってみようかなって。であの維新館みたいなのがあのこっち側にあったからそっちにも行って、弟の奥さんがフェスティバルあの駅にもあるようなのでちょっと駅の方まで行ってね、ちょっとお願いしてこようかなと思ってました。なので現在地はあの渡って中央駅の方に向かってるんで、桜島とかはあっちの方面になるってことかな、見えるっていうのは。ちょっとわざとこっち側っていうか、なんていうんだろう、大きな通りじゃないところを歩いてみようか。やっぱり西郷どん西郷どんとあのね、西郷隆盛を推してるよねっていうか、ただ私はね大久保利通が大好きで、大久保利通だなで、60万都市だからさ、やっぱりその外れに行ってもさすごいお店があるよね。まあなんである程度のところで、わお、まあある程度のところで右折しようかなと思って、まあそこら辺で右折しようか。そっちの方がなんていうんだろう、お店とかが見えるからね、街並みっていうかな。でこっちを見に行こう。やっぱりあの結構島津の、ね、家紋っていうのが見えるよね、見られるよね。でもあとはここをわざと直進にしましょう。わお、 OK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 。いや、なんか私はいつも話してるように自分の目線と顔の目線って違うので、あのねえ、鹿児島の女性は可愛いよねまあいい、はい、ということで、このまままっすぐ進みましょう。まあ気分によってちょっとまた左行ったり右行ったりするかもだけど、そのまま一本道だとね、どうしても前の方って結構あの見えられるし、あとはまあ拡大とかしてね、先の道って分かってしまうので、それだとね、やっぱり私の動画を見ていただいている方でちょっと鹿児島のいろんな細かいところを見たいっていう方はね、やっぱり直進だけだとつまんないかなと思ったりするので、あのそんなね、東京よりも湿度は高くはないので、それはあの過ごしやすいかなって。あ、ここ見に行くね。そんな感じがするよね。でもちろんね、私ジモピーでもないし、ただ単にねあの観光客には過ぎないんだけども、一応私もあの実は適当に歩いてるわけではなくてね、あの時間等々もねあの考えながら歩いていたわけですよ。なんかレンタル Wi-Fi おかしいなと思ったんだけど、東京にいる時になんかまあ切れたりしてはいたので気のせいかなとは思ってたんだけど、朝っていうか充電してて、でつけようと思ったらね、あのつかないのよ。
で今もなんかちょっとおかしいなとは思ったんで、これはちょっと連絡をしないといけないな。まあちょうど羽田に戻った時に話はできるかなってなるとな、帰りの時の時間とかいろいろまた考えるとな、飛行機まあちょうど羽田だからいいんだけど、まあ Wi-Fi 使えなくてもさ、まあ不幸中の幸い、なんとか鹿児島は地理とかは頭に入ってるんで、昔のイメージっていうかで、ね、練習してる練習してる。すみません、私はちょっとわからん、あれこれテニスの音だよね、野球の音も聞こえるし、テニスのあれ今日平日なんですけど、もう朝ほらほらほら、だって今10時だよ。どういう感じで部活動ってやってるのかな。じゃあここもう見に行っちゃうね。あーなんかガスが、あほらほらほら、そろ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 ってもうね、パラパラと葉っぱが落ちてもいい季節なんだけど、すごいよなこういう偉人の人たちのね。私は大久保利通が好きなんで、大久保利通のところ行きましょう。村田新八の生まれたところ、誕生の地だね。これ維新感がある、ふるさと感かね。であとはまたあの川沿いに沿っていくとあれですよ、あの川ですよ、西郷隆盛生まれたところ。なんか一応さ、私はあのくね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 、まあそんなくねくね歩いてないけどもさ、あのナイスタイミングで一緒なのかわからないけども、後ろのあの韓国の人のがずっとなんか私がナビみたいな感じになってるような感じがするんですが、たまたま偶然のルートなのかもしれないけど、鹿児島の人はもうちゃんと泊まってくれるなね。はい、来ました。だから私はわざと10時に合わせてきてるんで、ここ何時から、あ、10時からいいのかな、やっぱり。ほらまたこれがあるな。これ一見難易度真ん中だから高そうに見えながらも、上から手をやれば難易度は低くなるんではないだろうかな。こっちは難易度低そうなんでね。難易度高いよ、おい。そうそう、ここだここだここだ。多分ね、基本的な座るような場所とか変わってないはずだ。これだ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 これ。私も申したいことがある。どうです、すさあ、おまんさが言うことじゃなっちゃう。いや、おまんさが言うことがシートンクッドもわからんじゃねえか。静かに。お二人は何を言っておるのかさっぱりわからん。そうだそうだ、国民の動画を撮った時にね、お話しした、あの自虐的なっていう、これのこと言ったのよ。もうだからこれ相当昔から変わってねえぜ、本当に。ねえ、昔と全然変わってないね。なんか小学生がね、あの後から後からどん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 こんな感じで入ってきてたよね。でこっちへ行くとあれだね、あの鹿児島中央に中央駅に戻る。なんかいいな、素直で。で私はそういうわけで、もうあそこだよね、観光客ながらもおおよその昔の記録で、記憶っていうかね、前の昔の記憶で歩いてて、多分こっちでいいと思うんだよな。あ、そうそう、私はあの行こうと思ってるの、大久保利通の、あの生まれたところね。だからさ、今のその鹿児島の認識ってどうなのかわからないけども、その結構昔ね、本当に結構昔
にさ、にも来てるのよ私は。でその時にどこだったかの鹿児島のやつで、なんかその大久保利通はそのやっぱり鹿児島西郷どんを殺したっていうことで憎まれてて、結局の話その像は昭和のね戦後以降に作られることにもなるし、だから骨だったか何だったかも平成の世の中になるまで鹿児島に帰ってくることが許されなかったみたいな、どっかで見たんだよな。今それはねないのかもしれないけれどね。まあ私は私が昔ね初めて鹿児島に来た時はそんな案内板みたいなのがあったわけだ。いや違うよっていうかもしれないけど、私はあれだからね、結構だから維新志士が好きで、まあ逆に岩手県、私は岩手県育ちなんだけどさ、まあ東京の方が長いんだけど、まあ岩手県はいろんな時代攻められるからね。であとは道なりで多分良かったような気がするんだけど、まあ分からなかったらもうあれですよ、分からないで済ませるんでは私はないからね。ちゃんと道の人じゃねえ、誰だよ道の人って、まあ、周りの人っていうか探してちょっと行き着いてみよう。道でけえな、さすがね60万人もいるからね。60万人だっけ、60万人だよね。昨日小祝い、ホテルで小祝いリンゴジュースだったから、ね、見つけてしまって、あえて東京とか盛岡で飲めるんで、まさにそのまんまなんで、桜島すごい見えるし、ちょっと待った待った待った、多分ここ、あほらほらほら、そうだよ、危ねえ、桜島見えるしっつってそのまま無視していこうとしてる、ここだよね。だからMBC 不動産、ここの隣ね、危ねえ危ねえ、ちょうどここ、私はだからね大久保利通が大好きだな。よし戻ろう。で桜島ちゃんと見せろよって話になってくるんだけど、これはこれでまた別に動画撮るからさ、戻ろう、今日は戻るから。そういえばこの観光交流センターで、ああこれこれこれかわいいよね、鹿児島シティビューだって。T シャツとか売ってねえかな。おこれはこれはちょっとね難易度、これは難易度低いけど、ちょっと外国人バージョンっていうのは珍しいので、ちょっとどっちもやってみよう。これね難易度高いぞ、これは難易度多分低いんだな、こっちも難易度低いな、さっきに比べれば。ちょっと難易度高いかもしんねえな、ちょっと難易度高いかもしんないな。ほい、難易度低いなって感じだよね。ちょっと T シャツ売ってないかってお話を聞いたんだけど、やっぱり中央駅に行かないといけないみたいだね、西鹿児島駅に行かないといけない、ダメだね。でちょっとねコンクリートを歩くよりはこっちだね。で、あ、そうそうそう、そのまま真っすぐ行くと、ね、大久保利通の像があるんでね、日よけをしながら、まあ戻ってみましょう。まあ、ほらほらほら、見えた、ちゃんと桜島撮んないよって言ったけど、まあちゃんと違う動画で撮るって言ったけども、桜島だね。いやー今日も晴天でね、いいね。ほら噴火してるね、噴火してるね。というわけで、聞こえるかな、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんあれだね、将来何になる公務員っていう話し方ってね、